闇に紛れてエジプトの戦闘機がリビア国内への空爆へと出発しましたこれはキリスト教の一派コプト教の信者たちの殺害を受けて素早い報復に出たのです中東でまた新しい戦線が開かれたわけです国営テレビ放送のこれはエジプトがイスラム国の標的を爆撃したコックピット映像だという説明です過激派との戦争にアラブ国家がもう一つ参戦しました 夜明けの集中攻撃の数時間後喪に服したエジプトのシシ大統領がコプト教の法王を弔問しましたアルウールの村では町中に悲しみの声が響き渡りますこの小さなコミュニティーで合計13人が亡くなりました ファランチャー・アティーヤさんは5人の親族の死を悲しみ大声で泣いていますこの近所の家はさらに苦痛を抱えています親族が亡くなった兄弟の写真を高く掲げていますサムイール・とビショイは20代でした 村の教会では容赦なく殺された人たちのために祈りを捧げています。キリスト教コプト派の信者は少数派で無視されているとしばしば訴えてきましたが今回は復習してもらっていまますこのの村にはまた別の絶望と苦しみがあります。 親族は過酷な貧困と仕事不足でこの村の男たちは故郷を追われたといいますリビアへの踏み鳴らされた道多くのエジプト人がその道を選んだのは他に方法がなかったからであり今回の事件にもかかわらず引き続き男たちはリビアを目指すでしょう明日にでもリビアへ行く次の日に死ぬことになってもここで生きるよりはましだ とこの男性は言います非常に残酷な方法で多くの命が失われエジプトは揺れています今回の殺害に対する国の対応が広い範囲の中東地域に影響をもたらすかもしれません